お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、すいません、今日も僕と伊藤さん2人ということで、はい、はいはい、また雑談的なトークになるかなと思うんですけど、うん、はい、そうですね、はい、はい、まあ、最近ね、うん、やっと春な感じがちょっと近づいてきたのかなと。あ、春です。春ですよ。いや、そうですよね、うん、いや、今ね、こう受験シーズンだったりとか、うん、まあ、卒入学がっていうね、お客様もね、そうそう、増えてて、うん、もうそんな時期だなと思いますけども、うん、はい、どうですか、うん、この時期、うん、私、はい、私は、はい、春になってくると、はい、結構あれなんですよね、偏頭痛。あ、そのこの気圧の変化で、はいはい、あの偏頭痛がすごくて、はい、結構、うん、あのロキソニン、あ、なるほどね、にあのロキソニン様様で頼っちゃうことが多いんですけど、結構ね、はい、ダメ、ダメ、うん、春はねきついんですよ私、そして、はいはい、花粉症もあるから。あ、まあ、そうですよね、今ね増えてきてね。そうそう、鍋くんもなんかね、はい、鼻詰まりみたいな、はい、ありますけどね、うん、これはちょっと花粉症、僕今まで花粉症なんてなったことないんですけど。花粉症ってある日突然なるんだよって言いますよね、うん、リミッター切っちゃったんじゃない。あ、そうなのかな、うん、だって今日天気も良かったし、はい、鼻がムズムズする時ありますけどね、うん、いや、まあ花粉症なのかどうなのかっていうところはありますけど、うん、ようこそこちらの世界へ。いや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 ですけどね、僕でもあれですよ、そういう今までそういうのはなかったですけど、うん、僕でも神経痛が出ることあるんですよ。おじいちゃん。いや、おじいちゃんかな、うん、そう、いや、あるんですよ。でもなんか肋間神経痛で悩まされてなかったもん。はい、一時ありましたね、あの時2週間ぐらいですかね、うん、もうほんとここのやられてて、うん、そうだよね、痛み止め飲んでっていう生活をしばらくしてたんですけど、うん、それじゃない。いや、それもその部位もまあたまになるんですけど、うん、結構ね、いろんなところでたまにあるんですよ。本当そんな頻繁じゃないんですけどね、うん、だからそういう偏頭痛とかそういうのはないけど、うん、そういう神経痛がね出ることはあるんですよ。膝とか。膝じゃないな。え？結構、まあ、結構体のこの辺が多いんですよね。あー、なるほどね。そう、それはね、すごい辛いですね。なるほど。ちょいちょい、ちょいちょいでもないな、ありますけどね。まあ、花粉症にはなったことはない、うん、まあ、花粉症だと思うよ、ね、はい、春はね、やっぱり ね、その新潟はさ、やっぱり、まあ、こういう風にポカポカしてても、うん、3月でも雪が降ったりする時もあるから、うんうん、気が抜けないんだよね、うんうん、そう、だからまあ風邪とか ね、 そ う、 ですね、そういうのも気をつけながら、そうですね、うん、そうですね、はい、まあ、本当春に向けてね、うん、あのうちのお店もまた新たなね、うん、カラー剤も導入いたしましたし、そうなんてね、うん、いや本当にこうね、発色も綺麗だし、うん、今回のカラー剤は、うん、こう色がね退色してきても、うん、すごく綺麗な退色をしていくっていう、そうなの、そうなんですよ。そう、私あのそのカラー剤使って、ね、カラーしてもらってるから、うん、してもらったから、うん、すごい体色がいい、綺麗だな、まあ、切ってしまったからあれだけど、うん、このあったここの部分の体色の仕方も、はいはいはい、すごいいい、体色した色も楽しめる、うん、まあ、体色って色が抜けることなんだけど、そうですね、そうですね、その、うん、あの抜けた色も楽しめるような、うん、抜け方をしてくれるから、 それはねすごいねびっくりしてる、うん、いや、そうなんですよ、うん、いいよね、そう、とても良いね、うん、おすすめのカラーができるので、うん、ぜひねこれからね、うん、お楽しみにしていただけたらと思っております、うん、はい、はい、ということでですね、うん、今日もそんなにねいろいろ話すことがないんですけども、そうだね、そうですね、うん、いつもの感じにということで、はいはい、また明日の動画でお会いしたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。